そうだよ、さてさて、今日はハンバーグ弁当みたいな感じ、はい、なんかソースかけるやつですが、ね、ドラゴン桜第1話が、流れまして、どんな風になるんだろうとかね、第になるってね思ってて、まあいろんなね教育系 YouTuber もですね、さあ話すぞってね準備してたと思うんですよ。いろんな勉強法とかが出てきて、それじゃダメだとか、そんなんじゃダメだみたいなのがね出てくるだろうと思いきや、勉強法特に出てこなかったっていうね。あれ、こんなんだったっけドラゴン桜ってって思った人がいっぱい出たと思います。はい、まあもうね16年経ってるし、ドラマのテイストが違ってもおかしくないっていうのと、まああとは日曜劇場ですから、で俳優とスタッフ見ればわかるじゃないですか。どう考えたって半沢直樹になるんだなっていうのは、なんか悪いことするやつがいて、それをやっつけてシャーみたいなね。そもそもドラマ中のなんか字でも出てったんですよね、あのスカッとみたいな。まあだからそういう感じにはなっていくのはまあ間違いないと思ってたんで、最初から。だって半沢のあの帝国航空の人たち何人出てるの。という感じなんで、まあ社会人たちのねこの争いの構造を学校に当てはめた場合、まあまあ学校の中での、ね、内部構想みたいなね、先生同士とか理事とかね、そういうところはまああるんですが、生徒との関係を半沢チックに描くと自供になるんだなっていうのはねよくわかりました。まあ桜木先生自体ね元暴走族っていうので、まあ GTO と被るわけですね、鬼塚と。まあ今の子供たちは GTO を知らないもんね。16年前なんてもう GTO のドラマより後だもんね全然。日曜劇場なんで、ただまあ大人たちが見ると多くの大人たち見るんで、まあ GTO っぽいなって思った人多いと思います。でだから前作のように勉強法みたいなやり方みたいなのを見たかった人にとっては物足りなかったかもしれないですね。まあ続編っていうのはどうしてもねそういう前のものを期待しちゃう人がねいるんで、ね、まあ全然自分は別の作品として、別の作品とか新しい作品として面白く見てましたけど、面白く見るって日本語は言えないか、興味深く見てました。じゃあ先生側の目線からするとね非常に楽しいスカッとしたね学校の先生も多いんじゃないかなと思いますね。だ言えないしできないもんね今はね、バカとブスこそ東大へ行けとかね、無理じゃんこの16年で、もう全然言えなくなったでしょ。昔は当たり前でしたからね、予備校の授業でもそんな発言普通に行われてたものだけど、今やったらもう絶対アウトやん、すぐ呼び出されるわ。だそういう発言ができるとかで、なんか生徒たちのね荒れ具合とか見てわーって思った人もいるかもしれないですけど、いやもっと荒れてる方向なんかいくらでもあるでしょ。でね、まあさすがに坊主にしてとかそれ撮影とか意味わかんないけど、全然ありません。あんな自分の中学校なんかあれよりもっともっと荒れてる、教育実習行った時あんなもんじゃなかったから。今はもうねスマホがこんだけ普及してるからもっとひどいことになってると思います。でそういう人たちにこうスカッとねバンと言えるっていうのは爽快な部分があるわけですよ。やっぱその教育実習って感じたのは、そういう人たちはその荒れてる子とかにやっぱ強く言っちゃいけないんで、もう全然もう子供はお客さん、荒れ放題、全然普通にタバコ吸ってるし、授業中も、授業中ですよ。叱ることができない、まあ自分が通ってた時もあったはあったけどね、もっとやっぱり生徒の権利っていうのがね強くなっちゃってる時代なんで、うわひどいって思ってる人も多いと思うんですけど、そんなあるのって思ってるかもしれないですけど、まあ、それでも公立の中では地域でそこより荒れてるとこあるから全然っていう感じなんでね、まあ、GTO が出た時もねそんなありえねえみたいにね、いい学校に行ってる方々は思ったかもしれないですけど、荒れてるとこは本当荒れてるんです。そして教師たちは何も言えないと、これはもう TikTok とか見てりゃわかるじゃないですか、授業中にふざけてる人の動画とかバズるじゃないですか、なんか坊主の男の子たちがこう机持ち上げるやつとかさ、踊ってるやつとかね授業中にほら授業中なのに踊ってんだぜっていうのをこう自慢げに、ね、流したりするわけです。でそいつらにガツンと言えない、
ガツンと言ったらガツンと言った方が裁かれちゃうみたいなね、そんな感じなんで、そういうのは教師側からするとスカッとする。自分の見てきた予備校講師たちが言えたことを僕らは言えないんでね。まあもちろんね、ドラムだからね、いろんな部分あるんで、さすがにバイクで学校の中入って今度から気をつけてくださいねみたいな感じで終わんのかいっていうのはちょっとね突っ込みたかったですけど、めっちゃタイヤの跡とかついてんだけどなって。あとちょっと自分目線だと、お金持ってる学校が教育コンサルにお金ボンと払うとか、ああいうのはちょっと面白いんです。事実いろいろあるんで、そういうのも。学校はね、お金持ってるとこ本当持ってますからね。まあとにかくね、怒れないんで、本当に怒ったら逆に苦情になるみたいなね、そういう世の中なので。今まあ2話以降ね、どんな勉強のやつが出てくるのかなって多分期待している方も多いと思うので、もう全くそんな要素がないとは思わないので、何かしら出てくるんでしょう。ただまあやっぱり人間関係だったりとか裏切りとか、まあそういうのが中心になっていくんじゃないかなとは思いますけどね。まだあの弱みを握られたってどんな弱みなのって言って言ってないし、ちゃんと伏線的に用意されてるし、2年前にあの桜木先生がどうして怪我したのかまでは映ってない、どういうふうに怪我を負ったかまで映ってないし、まあどうなっていくのかですね。まああのドラゴン桜がなかったら、自分自身本気で東大は目指してなかった、まあ東大院っていうのもなんですけどね本気で目指してはなかったと思うんで、どうなっていくのか。まあそれでね、かといって別にあの枠で原作通りにやれとかも思わないし、前回の作品を踏襲しろとも思わないので、まあ、成長した自分が見ても面白かったなと思います。はい、まあ次回以降どうなっていくんでしょうね。なんかドラマ考察の人みたいなはい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。